よし、終わりました。連絡ありがとうございます。よかったよかった、すぐに返してよかった、ありがとうございます。あ、本当だ、1時間経ってないから当たり前だけど、そのまんまだ。今日で665、ありがとうございます。また15分出る？出るか、出ちゃうのか。それ何の話してたっけ。あ、呪術廻戦だ。五条さんの話ね。もっとかかるかと思った、全然。一瞬で早く帰ってくるって言ったので秒で終わらせました。配信はね、一回切ったよ。だからループされてなかったよね、多分。6時58分になってる。あ、じゃあそのままなんだ。1分以内に帰ってきたのかな。絶対1分経ってないよね、ノーループ。よかった。あ、綺麗でた。あ、よかった。ループされるの私嫌だから。危ない危ない。継続はされてる？え、そう、あの、まち、え、もう忘れちゃった。鮭っていう男の子。ああ、虫を探っちゃった。鮭っていう男の子、やばい、忘れちゃう、すぐ名前が。犬巻、犬ね、犬巻、なんていうの、下の名前。トゲ？トゲ？珍しい名前だね。トゲ？覚えられそう。じゃあトゲって呼ぼう。下の名前で呼ぼう。アオミさんみたいに。トゲ？トゲ？トゲさん？呼び捨てでいい感じ？呼び捨てで呼ぶ人いる？五条さんも五条さんだし。トゲ？トゲかわいい。トゲおかかもいてるか、かわいい。あれなんなん、え、おにぎりの具を言ってるの。イタドリは呼び捨て。でもやだ、あんなかわいい子イタドリって感じしない。トゲちゃんみたいな感じ。トゲ、トゲって呼ぶね。トゲ五条悟る、悟るは呼べない。五条さん、五条さん、うずいさんもうずいさんだから。ななみんはななみんって呼ぶね。呼びやすい、可愛くなってるから、んがついて。ジゴン氏、ジゴン氏、あ、言ってた言ってた。でもなんでおにぎりの具にしてるの、かわいいね。トゲ覚えた、トゲ。トゲ憧れの人さん付け、そうなのかな。でも憧れ、本気で好きな人、いや違うか、そんなことないな。普通に好き、いや関係ないな。多分相手の人が大人っぽくて、うん、大人な方ならさん付けかもしれない。うずいさん、うずいなんか呼べない。うずいはさすがに呼べん。五条さんも呼べない、絶対呼べない。ハッピーさん、服ありがとうございます。そう、呪術廻戦結構リアルな世界と同じ感じだなと思った。映画館もそうだったし、あとなんだ、握手会と
あとなんかあった気がする。映画館がすごいまんまだった。ハッピーさんバラありがとうございます。ハッピーさん、まあ学長が作る人形かわいい、あ、かわいかった、あの殴る子だよね、かわいかった。てんてん？てんてん？てんてん？誰？あ、かわいい。かわいい。なんかさ、私買ってそうじゃない？ゆきはみ。白が好きで、サイリウムも白だから。あ、なんか買ってそう。見た目虫じゃん。かわいい。ゆきはみ。あ、これはダルマッカ。ガラルの姿だから白。飼ってそうですね、私。白なら全部飼ってそう。ニャイキング。かわいい。かわいい。かわいい、ゆきはみ。いや、これさ、進化するとすごい綺麗なんですよ。蝶々みたいな。かっこいいんですよ。あれかわいいな、最初の特級呪霊どう？最初の特級呪霊誰だ？本当に一番最初？学校に出た子？1話に。あれや、あれ以上に嫌なのは、あの刑務所に出た変な人。わかる？めちゃめちゃ喜んでた人。あれ何？刑務所のあれ何？名前ある？あれさ、すごいニーナぐらいあのトラウマ級だったんだけど、どうしよう。あの二人でいたじゃん、主人公とグレーに似た人が。喋ってる間にシュッて出たのがトラウマだった、結構。いや、急に来ちゃいけないよ、ああいう顔は。ダメだよ。すごい顔してた。びっくりしたな。びっくりしたな。伏黒さん？伏黒さん、下の名前はなんだ？名字さ、覚えられないんだけど、周りにいないから。あ、そうだ。めぐみだ、めぐみ。昨日覚えてたんだよ。めぐみだ。一話から読み返そう。多分結構見落としてる部分ありそう。最初ってさ、ストーリーと顔を見るのに重視してるからさ、あんまり他のところまで目が届いてなさそうだし。覚えてなさそうだから見返そう、もう一回。面白い、呪術廻戦。呪術回線ってさ、携帯で打つと出ないじゃないですか。呪術は出ても回線が出ないから、携帯の設定のなんだっけ、自主登録したんですよ。すぐにね、探せば打てるんだけど、もうね、字で出てほしいの。字、字じゃなくて字。いや、なんかね、鬼滅も一回アニメを見ちゃったらすぐハマってから、すぐに漫画を買っちゃったんですよ、もう勢いで。これはもう絶対好きになる、ハマると思って。で、呪術廻戦も見たら結構ハマったから、漫画買います。漫画買うと思う、私。誰かに借りて読みたいとか一瞬思ったけど、多分欲しくなっちゃうし、なんか人の漫画って私読めないんだよね、あんまり。なんか漫画をさ、私すごいブニュってさ、わかる？こう開いて読む人じゃないんですよ、私。でもなんか、もしものことがあった時に、貸した時さやかだったよねみたいな、そう言われるのも嫌だから、だったら自分に買った方がいいと思って人に借
貸せないし借りれない。わかる人いる？そう、めちゃくちゃ気にするんですよ。そう、ブニュってなったりやつと表紙とかに意外とさ光に当たったら物と物が当たったところとか墨がピッてなったのもさ意外と見えるじゃん。ああいうのも嫌なんですよ私。だから無理なんだよ。結構気にするよ。特にハマった漫画はそう。そう、少しの傷もねめちゃくちゃ気にしちゃう。うわーってね落ち込んじゃうんですよ。人のものをそうなっちゃった時も落ち込むし、自分のものだともっと落ち込む。わかる。よかった。欲しいのは自分で買う。そうだよね、楽しみにしてよ買おう。あと多分ヤクネバも私買いそうなんだよな。前ずっと前配信で言ってた気がする。でもまだ2期とかも見てないから、アニメで見て本当に欲しいと思ったら買う。でもな今だと何でもハマりそうな気がする。怖い。確かにハガレンお父さんが送ってくれたんですけど、誰のものだろう。お父さんが買ってくれたのはそうなんですけど、私のお父さんの。いや多分お父さんなら家には多分置けないから、サイカ持っててって言いそう。プレゼント、でもプレゼントするとかそういう言葉はね言われてないんですよ。そう、どうなんだろう。もう自分のものだと思ってようかな、剥がれに関しては。でも本棚がないからさ、まだ段ボールに入ってるんですよ私。あっちに早く片付けたくて仕方がない。家の中に段ボール置きたくないんですよ。やだよ。やだ、サイカって書かない。ジャイアンプラチナエンド最高ですよ。プラチナエンド初めて聞いた。結構あれかな、最近の作品かな。気になる気になる。やっぱさ、モンストとこれからコラボするワールドトリガー、もう絵を見たらさめちゃくちゃ綺麗で見たくなりました。ワールドトリガー。こち亀、こち亀見てない。でも前さ、いやもう数十年前だけどテレビでやってたよね、覚えてる。なんかワンピースと近かった気がする。違うかな。ブラッククローバー、ブラッククローバー聞いたことあるぞ。そう、今日はねミックしてます。確かにまつげ上がってる。まつげが伸びたんですよまた。頑張ってさ、まつ育中だから今ね夜寝る前にちゃんと塗ってるんですよ。伸びてきた。こち亀真剣に読んだことないな。あ、漫画を読んだことない。こち亀はアニメはちょろっとだけど。呪術廻戦。30分で終わっちゃう、早いな。あ、そう、忘れてないよ。あ、待って、アラームが鳴っちゃう。アラームが鳴っちゃうぞ今日。昨日配信でさ、
今日の夜8時に大富豪やるって言ったじゃないですか。忘れるかなと思って今日の夜7時55分にアラーム設定したんですよ。55分までに配信終わらせなければ配信が一旦一瞬止まっちゃう。うわ、やだ最悪。え、50分かな55分かな、どっちだろう、忘れちゃった。アラームってさ、配信見てる方にも言っちゃう音どうなんだろう。待って、6出た、ほんとだ今日ね、665 2回目ありがとうございます。50か55どっちだろう。55かな、多分。アラーム鳴るの聞いたことない。そうだよね、鳴らないかな もう一つの携帯とかじゃなくて本当の配信してるこの携帯からだから分かんないんだよね。止まるか、さすがに。でも配信してる中さ、スクショしたらスクショ音は聞こえるじゃん。なら聞こえそうじゃない？どうなんだろう、わかん、え、怖いね。いやでも一応5分前に終わりにしますいや5分前じゃない、6、7分前に終わらせよ。じゃなきゃ止められない。聞こえると思う？うわぁ、めちゃくちゃ迷惑だ、やめるねやだ。こんばんは、こんばんはあれ何ですか？もう全然ちょっと違う話なんだけど、 SK48 の平均じゃなくて非公式、非公式動画、ん、なんだっけ、なんて言うんだ、なんて言うんだあれ、番組名がちょっと思い出せない。非公式しか覚えてない。あれ、ニコ生さんに配信されるんだっけ、ん、どうなんだ、みんなわかんないよね私もさ、内容知らないしメンバーも知らないって言ってるから。 そのさ、予告があったよね。で、今7時からは平均のなんだっけ、ツイッター生配信をやってるかな。ツイッター生配信してるのは平均の方だと思う、私が覚えてる限りそう、非公式の方はニコ生さん。いつからやるんだろう、それすらも分かんないぞ。カレノバタさん、花束ありがとうございますそう、なんだろう、気になるね。SKの平均も私まだね、歌唱をやっと1回呼ばれて、本編っていうのかな、がまだ呼ばれていないので、早くね出たいんですけどね難しいよね。だってその毎回テーマに合った子をピックアップされるわけだからね今までの平均のテーマから見てて、私入りそうだなと思ったのないか、ないか。島に入りました、ありがとうございますじゃあくしゃみ、あ、そう、私の中では平均だとあれかな、生き物だね、生き物系、生き物以外だとなんだろう来たハッピータン、あー確かに運動できないワンちゃん、確かにあったかもしれない、危ない危ない。え、でも一応あれ、平均どこまでやってるんだろう、運動神経ね、
出たよね絶対。そうアンケート毎回あって、実技のアンケートもあるんですよ、その運動系のだとね。私前お尻打ったって言ってたじゃないですか。あれはなんだっけ、幅跳びをやって思いっきり1回目で尻餅ついたんですよ。初めて幅跳びを張り切ってやったんですよ。そしたら普通にお尻ついて本当に痛かったの。それがそう原因だったの。本当に痛かった。砂場じゃない、普通に事務所のそのこれで。まあちょっとふかふかじゃないな、めちゃくちゃ痛かった。お尻の骨折れたかと思ったもん。本当に痛かったの。痛かった本当に。あれで今やっと治ったけど、すごい顔してる。どこ見てんだろう。そう見てるこそめちゃくちゃ痛かったね。2回目は尻餅ついてめちゃくちゃ痛かったから、手加減したら全然記録いかなくなっちゃって。そのカメラマンさんにも「ちょっと手抜いたね」って言われた。お尻痛かったんだもんだって。すんごい痛かった。砂ならまだ平気じゃん、サラサラだし、自分のお尻の形に砂が変形してくれるから。でもね、床コンクリートは変化してくれないじゃん。ダメだよ。痛かった、はあ、でした。謎が解けた、それでした。あとは何だろう、何もないかな。実技のアンケートあんまりない。あとはもう少しで言えることがあるから言おう、こういうことがあったんだよって。遠征できなかった。そう、その時まだねハガレン読んでなかったからちょっといけなかった。一瞬でねできなかったんだよな。惜しい、もうちょい早く読んでたらちょっとは変わってたかもしれん。かわいい、かわいい。縄跳びはできる。でもなんだっけ、大縄跳びはいけるけど、走り去る縄跳びは絶対やりたくない。あれはトラウマ、小学校の頃に大縄大会、本当にトラウマ。トラウマ切る、マジで本当に嫌だ。あれはみんなで一斉に一列に並んで飛ぶオーナーならいいんですよ。あれはいいよ。でもあれに関しては前の方じゃなきゃ私飛べない、前が見えないから。でも大体私背が小さいから前の方になるから全然いいんだよね。なかなか入れないの、一回待ってじゃなきゃ入れないし、当たりたくなくて。小学校の頃やばかったな。なんかすごいエピソードがあるけど話さないでおくね。思い出したくない。そう、すごい言ってくるよね小学校だと。なおさら言われる、前の方高く飛ばないとダメじゃないの。そう、飛ばなきゃいけない。でも飛んだ方がいい、私は前で縄が見えるから何でもいい、それさえ見えてれば。私の優先順位は縄が見えてるかどうか、あと見通しがいいか。結構さ、大縄ってあれじゃない、前の人と真ん中にいる人ってさ、縄がなんか来るタイミング違うじゃん、長さも違うし高さも違うから。
だからタイミングがつかめないんだよね私。真ん中だとやったことない。真ん中かわいい高さも違うよね。前がいい。回す方はね体力が持たない一回はやったことない。身長も低いからねちょっとできないんですよねえ真ん中楽なんだ。あと真ん中ってさ飛んでるうちに徐々にさみんなあの真ん中に寄ってくるじゃん。あれが嫌なんですよ私。飛ぶ時に前の人に足を蹴られるっていう飛んだ瞬間に。あれだいぶ不愉快ちょっと慣れない。本当に真ん中が慣れないの。一番前がいい。それだけはちょっと頑固にいさせてほしい。譲れないところですねオーナーのあれあれだよね本当に。蹴られるのはみんなそう、まあ、もうねオーナーとかはこの年になれば絶対やらないから全然いいんだけど。いやでも SK の平均とかね他の番組でもしかしたら運動系やった時にあるかもしれないけど怖い怖い。いやだよ女は。 SK でもね運動系だからワンチャン本当にワンチャンありそう。だって一回あったよね9期がゼロポジで初めて全員で出た時にオーナーはあったよね。第一の自己紹介をクリアした人かな。第二ステージかどっかでやってた気がする。懐かしい。やりたかったなあれはめちゃくちゃやりたかった。第一ステージで落ちたから悲しい。いやでもねあのゼロポジでさあの予算100万円企画の時もいたじゃないですか。あのゼロポジの方で流していただいたじゃないですか。メイキングっていうのかな裏のことを。でその場にいた同じスタッフさんカメラマンさんも一緒にいてお話ちょっとしたんですよ。そしたらやっぱりね私と言ったらやっぱり吸気性ゼロポジであんなことをしたのでそう覚えててくださってあれは本当に良かったよってあの言っていただけてるので会うたびにね本当に救われてます本当に救われてるあれは。うん、嬉しい嬉しいね。あれを何が食べたか言える日が来るのかよかった。えでも竹中さんには変な人って言われた予算100万円の里川さんと一緒に企画会議に行った時に変な人そう秘密なんですよ。でもなんかさ前ね私がなんだろう SK 学園でカブトムシを食べた時かな。でなんかネットでねそういえばさお前そんなことなかったみたいな多分はゼロポジの自己紹介の時のあれかなと思って見てたらいやあの時もさやカブトムシでしょみたいな。カブトムシを食べたことを確定してる人が何人かいたんですよ。あの違うので確定なことは言わないでほしいですね。予想はいいんだけどいや絶対これだよとかいやさやあれ食べたんだよっていう確定は言わないでいただきたいですちなみにそう言ってたカブトムシではないですね。
そう、秘密です。でも楽しかった、あれはあれで悲しかったけどね、その場ではね。ハッピーターン、かわいい。今日もハッピーをなでながら動画を見よう。あ、待って、もう50分だ、ならないかな、アラーム。あと5分だった。いや、55分な気がするんだけどな。 SK やめたら言うね。新しいアカウント作るか作らないかわかんないけど、どうなんだろう、卒業したら私 SNS やるのかな、みんなの前に現れるかな、現れない気がする。多分ね、たまにボックスに現れるじゃん、まあ、ほとんどの人が現れるか、私現れるかな、わかんない。その場にならなきゃわかんないね。今は考えてないから考えないでおこう。でも私今年22だからね、まだ SK 入って3年目になったばっかりなのに、先が。キャさん、冬ちゃん、頑張ろう。頑張ろう。現れない場合が多い、やっぱそうだよね。でもアイドルって結構多いよね、現れる率高い気がする。まこちゃん元気そうで良かったです。まこちゃん、まこちゃん、まこちゃんめちゃくちゃ可愛くなってる。前も可愛いのにさ、垢抜けるね、髪色とか。まあ、メイクも変わったと思うけど、本当にお姉さんになってる、まこちゃん。ウニさん相変わらず可愛いし。ウニさん可愛すぎる。あ、裏方さんね、確かに裏方さんはね、完璧に諦めたわけじゃないからやってるかもしれないね。そんな簡単に入れるものじゃないけど、専門とか行かなきゃいけないと思うけどね。ウニさん、ウニさん、ウニさん、あ、ウニさんスタンプあるよね、誰かね使ってた。ウニさんスタンプかわいい。あれさ、まこちゃんの手作りだよね多分。かわいいね、かわいい。そうだよ、みんな言ってなかった、ストーリー見た方わかりますかね、あの藪下ふうさんが、そうだよ、あのフォローを返してくださいまして、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ、めちゃくちゃ嬉しかった、本当に嬉しかった。あ、いつもで、あ、みんないいねかコメントしてくれたんだなと思って、その通知欄を見たんですよ。そしたらなんか私がもともとフォローしてる方からフォローされましたっていう通知欄があって、見たらそうだよ、やばしたふうさんでした。でもちょうどその時見たらね、あのスクショしたんですよ、すぐ。それが何分だっけな、30分前とか、すごい早かったんですよ私気づいたのが。でもなんか早く気づいてストーリー上げるのなんか気持ち悪いなと思って、あの1時間後にスクショしてストーリー上げました。めちゃくちゃ嬉しかった。ちなみにまだストーリーは見てません。本当に、いや私がね今日配信する前にも、あの藪下ふうちゃんが配信やってたので見たら、あのチェキ会でした、オンラインチェキ会。可愛かった、本当に可愛い、本当に可愛い。
そう、ちょっと待つスタイル。あ、50分だ。鳴らないってことは55分だ。やばいやばい、終わりにしますね。絶対55だ、今鳴らないってことは。あ、違う音が。危ない。っていう嬉しい報告でした。やったー、お話できるといいな。ふぶしたふーちゃんと大森まおちゃん、相互フォローになりました。私の好きな方と幸せだ。38、男の子の和田さん。10ハッピーさん、2ハッピーさん、3位ハッピーさん、2位スコティッシュのオフナーさん、5位ハッピーさん、6位ハッピーさん、7位ハッピーさん、8位ハッピーさん、9位ハッピーさん、10位イズリンさんのアバターさん、11位リスのアバターさん、12位ハッピーさん、13位シナモンくん。皆さんありがとうございます。よし、8時3分、8時8分というサーヤタイムで大富豪をやるので、やってください皆さん。本当に久しぶりなので1時間は確実になります。9時からのゴールデンベッドタイムは個人的にランダムでやるので、出会ったらスタンプを押してください。今なんだろう、コメントするね、一言を変えます。では皆さんありがとうございました。大富豪でお会いしましょう。バイバーイ。ありがとう。